どうも、エルザです。それではラストオブアスやっていきたいと思います。さあ、女の子を連れて進むということで、そもそも届ける先はどれくらいの距離感なんだろうね。上に行って見てきて。待て、パトロールがいる。よし、いいぞ、上がれ。よし、来い。気をつけろ。雨か、厄介だ。ストレス、ステルスなんだろうね。本当に外にいるんだ。さあ、殴る準備はできてる。特にこっちはいない感じか。アイテムはないね。こっちだ。バカな真似はしないで。行け。背を向けろ。ひざまずけ。スキャンしておいて。ああ。手を頭に置け。こちらゾーン12のラミレス、3名捕獲、回収願います。了解。見逃して、後でお礼する。黙れ。めったくうんざりだ。到着は？あと2分。ダメだ。逃げると思った。まさか殺すなんて。嘘でしょ。見て。おい、こいつは。あの女にはめられたのか。感染したガキを運ばされていたとはな。感染してない。ない？こいつを見ろ。わけがあるの。さっさと言いなさい。これを見て。噛まれた位置なんかどうでもいい。3週間前の傷だよ。2日で変異するのよ。出任せはやめなさい。3週間前、本当だって。はめる意味ないでしょ。ありえない話だ。テス、行くぞ。ほら、走れ。行くわよ、急いで。さあ、次は逃げる感じか。ついて、早く。いや、でも噛まれて 2,3 日で感染するんだね。合図で走れ。わかった。今よ、走って。あれ、来てる。危な、今一瞬光った気が。エリ、また走るわよ。いい。うん、分かった。チクショー、やたらといる。いやー、これはもう兵士。見えてる。やばいやばい。これを調べろ。下がってろ。何も見えないぞ。本当にこっちに来たのか。しゃがめ、隠れるんだ。ジョエルについてきて。ほら、
上いるね。絶対今バレてたよね。こっちあったか。行くしかない。ついてきてはいるね。いや、難易度高くない？しかも回復ないしな。取れるわけでもない。そこ上がる感じか。上にいるぞ。待て。当たんないんか今の。きついね。ここだ。うわーマジ。たまたんってね。これは。特になし。さあ、行くぞ。やばい。ライフがやばい。ここから行けるぞ。弾がないのはやばい。中押し。いや、普通に難しいな、このゲーム。エリ。みんな隠れて。ドル、来て。今行く。あんなにたくさんいる。ねえ、どうやって通り抜けるの？まだ見つかってない。迂回しよう。よさどう？相手が多すぎる。確実に今見つかったと思ったんですが。奴らも出ちゃう。奴らも強く抜ける。わかった。向こうにもいる。あたりを調べる。標的発見。マジで今のバレた？逃げます。と、もう逃げるしかねえ。もうライフがない。逃げるしかないんで、これは。やばい。ここ。で？あ、来たね。いやー、普通に置いてきた。いやー、銃があったらまだ考えるけど、何もないって単純に辛いね。正解だったわね。近くにいなさい。少なくとも雨はしのげる。よさで。ここは通れそうだな。
通れそうは通れそうだけど、これではないか。あ、これか。チャーリー軍隊、報告しろ。チクショー、ここにも嫌がる。標的は逃亡中です。追跡を中断してセッター11に戻れ。見つかってないはずだ。了解、車両に向かえ。影に隠れてろ。影ね。もう見つかりたくはない。抜けて、よし、お、なんかあるかな。何もない。安全なの？あ、パーツが。さあ、息を整えて。ジョエル、使えるものはないの？了解、ボス。あー、弾が2つ、たった2つ。いずれにしてもナイフだけか。弾2発ね。テス、このパイプを通るぞ。ここなら取れそうだ。近くにいなさい。わかった。あ、今ライトつけたけど、これライトつけてなかったら、つけてたらバレてるのか。いやだな、こういうとこ。おっと、待て、助かった。集まれ、機関を命じられた。壁に戻る。見たか、準備しろ。さあ行くぞ。急ぎ。これで、よし、行ったな。詳しく話して、あなたをファイアフライに届けたとして。それから、マーリンが言ってた。隔離地域の研究所で医者たちが治療法を探してる。よく聞くホラ話だ。で、ワクチン開発の鍵となるのが私なんだって。勘弁しろよ。そう聞いたの。ああ、そうだろうとも。何なの？好きでこうなったんじゃない。こっちもだ、テス。付き合う必要はない。本当なら信じるのか。可能性はある。ここまで来たのよ。最後までやりましょう。外に何がいるか分かってるのか。分かってる。こっちよ。ダウンタウンを抜ければ夜明け前に議事堂に着けるだといいな。はあ、ってことはやっぱ抗体が作る感じか。薬か何かね。そりゃこの20年間解明できなかったなら重要だろうね。でこのゲームさ、結構ちょこちょこギターの音色が入ってくるんだよね。家にもギターあったけど。高層ビルって近くで見るとすごいね。おお。めちゃくちゃ高い。滝。隔離地域の周辺を軍が爆撃したの。感染者を一掃するため。聞いたわ。少し。ちょっと玉探しに。いやー、マジで銃の弾が欲しい。でもないよね、さすがにね。
やっぱない。いや、なんかあるね。それは？ああ。ゴミか。いやー、マジで。ねえ、今のは何の音？テス聞いたか？ええ。でもかなり遠くよ。くそ。大丈夫なの？なんか嫌な声聞いたね。まだね、敵として見てるのは人間だけだからね。ほら、議事堂が見える。これは迂回しなきゃダメね。ほう。ねえ、ここはダウンタウン。昔はね、今は巨大な大地。こっちだ。あれ、当たり引いちゃった、もしかして。単純に弾が欲しいだけなんだけど。そっちは何かあるか？ないわ。探すんだ。いいからテスの近くにいろ。レンガ一つだけか、持てるのは。でも落ちてるってことは陽動で使うのかな、近々。おいテス、今行く。まだ暖かい。それでも多分ね。さっさと離れましょう。離れたいね。序盤のやつら出てくるのかな、もしかして。さあ、パーツがちょこちょこ。もう一人。いやめっちゃマガジンが落ちてる。オペレーションログ。退去命令。間にやられたみたいだ。やばそうだな。クリッカー。感染が進むとああなる。それで目は見えないの？こいつらは音を使って見るの。音見つかる前。超なまってしまったが。ちょっと待って。音に反応するって言ったね。じゃあちょっと上アイテムない？あるね。特につけれるものはない。いや、だいぶサバイバル強めだね。やだな、ビル全体が崩れそうな感じだ。ハサミでかお、ジョエルの強化。体力、聞き耳、工作、治療。あ、なんだ、すぐ使えるわけじゃない。そんなにいるのか。いやー、今のところね、ステルスが成功してないんで、不安しかないな。一回一回しゃがんで取るのはもう癖なんだね。手を貸してくれ。いいの？音出すなって言ってたけど。やばい。痛い。すまん、
大丈夫？大丈夫だ。探索しましょう。工作する。何を？もう本当にヤバかった。そうなんだけど、物資は結構重要そうなんでね。ないか。上を見て、ほら。あ、てか当たりだね。何かないかな。よし、開いた。ナイフで開けれるんだ。便利やねー。さあ、サプリメントを。ちょっとずつちょっとずつ弾が増えてきたねー。いやー怖えなー。お、で戻ってきた感じか。よし、じゃあ進めますか。手を貸して見てくる。はいはい。どう？テス、上に上がって見てくれ。大丈夫。さあおいで。よし、お前も上がれ。ほら。まだ投げるに早いね。よし。次はジョエル。捕まって。来て。だいぶたくましいよな。クリッカー。くそー。いけいけいけ。隠れてどうにかなるの？あ、目が見えないのか。やったなふい。足場の向こう、出られる。やだなあいつ。もう安心ね、エリ。お、治療キット。水と布。漏らしちゃった以外は大丈夫。よいしょ。アルコールか。あ、一応1個あるならこのままでいこう。待ってろよ。さあ、よし、通ってくれ。さあ、急いで。階段は下がってる。戻った方がいい？ああ、仕方ないわね。いい、下は見ちゃダメ。ちょっとマジ？よく見るやつだね、高層ビルあたり。いや、音が嫌だな。着いた。
ついてきて。うん。下は見えない、下は見えない。大丈夫、こっち行こうぜ。参った。本当だよ、参ったよ。あの、ぐるって回っただけね。武器月中、大体武器のが強そうなんだよね。ホルスターを作れば銃複数持って瞬時に入れ替えることができると。あー、リボルバーと交換。ちょっと待って、初長押ししてるんだけど。ランナー、そう見てくれ。ソルノを頼む。ランナーって何ですか？あ、なんかいる。下か。あとはあっちか。ちょっと試しに。やべえな。これを一人でやれてか。えい、出ますぞ。やばい。いやー、マジかー。しかもめっちゃ後ろから来てるし。あー、倒せないのね。クリッカーは一撃で葬らないとダメか。ナイフは鍵を開けたり一撃必殺って感じだね。意外と意外とだな。これ
まあ、クリッカー倒してしまえばどうにかできると思う。はい、とどめ。ちょっと順番。はい、よし、降りてこい。いやーやるわね、ジョエル。いえ、もう全然、あの心臓に悪い。いやー、うずけーな、このゲーム。とりあえず回収できるまでどんどん回収して次に備えよう。クリッカーが結構一撃必殺的な感じかな。これ以上持てない。なんだろうね、このバーみたいなのはね。んで、あ、上行った感じか。早く。待ってて。よし。ああ、傾いてるからね。治療キットが手に入った。大丈夫でしょ。そうだ。で、布が足りない。あれ、かけらみたいなもんか。何個か手に入れてとか。ん？どうした？行きましょう。あ、行くか。そのおわは何？反対側来た感じか。ここを通れる。気をつけろ。こっちだね。いや、動物の鳴き声だと思ったらめっちゃ気味悪いね。ここから戻ったらしばらく休まない。お前が休む。ゆっくりしたい。いつも無視されるけどな。今度はそうだといいけどな。こっちか。本当にこっち？いや、違うね。もう一周するとこやったね。お、物資がたくさんある。なんでこんなとこに物資があるんだ。なんか大量に物資が出てきた。ナイフ3つまで。いやー、なんでこんな出てくる。嫌だぞ。物資が多い時大体決まって
20か。50、75とかまでちょっと上げよう。この状態ではちょっときついな。袖を見て、ファイアーフライよ。こいつらはどこにいてもやられてるな。目的地の奴らは生きててくれるよう。火炎瓶か。祈ろう。いいね、火炎瓶いいね。おい、奴らだ。進めてしまった。もうちょっとなのに。ジョエル、勘がいいのか悪いのか。何があっても離れないで、集中して。分かってる。クリッカーの音波、隠れて移動してもクリッカーには存在が上がってしまうと。あ、その音は立てちゃあかんよね。やばいやばい。はい、今なんか光って赤くなったのは気のせいだよね。瓶が欲しいです。待て待て、めっちゃ走ってるじゃん。それ走ったらダメでしょ。やべえなー。あー、気持ち悪い。いやー、いける。こっちだ。もうすぐ出口だぞ。くそ、やべ。意外と物資はないか。探せるものは探しときたいからね。よし、おい、綺麗にいった。ない？ここじゃないの？ここじゃないのか。上か。近すぎるってことか。エリー、もろ前通ってるけどいいのか。
倒せってこと？嘘でしょ。もう一回確認。よし、で、で、奥のあいつが邪魔ってこと？嘘。ちょっと待って、どういうこと？やたらさ、やつを倒せみたいにはなるけど、ああ、やっぱ倒せだったんだ。それで火炎瓶ね。我先に。ああ、なんだ。やっぱ倒していいときは倒していいんだね。繰り返し撃か。あれ辛いな。さあ、急ごう。まだ雨は降ってるね。どっちに行けばいい？議事堂はあっちの方角よ。こっちね。このトラックを越えないと。何かないかしら。さあ、一旦セーブしといて、一応セーブはあれかな、この番も始まるのかな。ああ、なんか微妙だな。もうちょい進めますか。めっちゃいる。とりあえず。ちょっと待った。ダメだよ。なんちゅうこと。一応ダメなんだね。したばかりよ。まだ他にもいるな。行こう。焦る。マークは、あれ？こっちではないのかな。さあ、どうやって進むんだ？次はその奥か。素材だけ手に入ったって感じかな。
いや、でもやっぱ進むってなったらそっちっぽいよね。こっちなんかあったっけ。乗れはするけどって感じか。これは乗れない。あ、そういうこと。ああ、なるほどね。このマークか、さっきからあったのは。よし。さあ、ポーンとね、つけて。よし。クリッカーはなんか夢出てきそう、マジで。何のことだ。急いで。あ、くそ。来る。分かってる。やばい、来た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 。これは。足なんかついてる。いや、キモいのレベルじゃなかったよ。はい、じゃあ今回ここまでしましょうかね。ちょうど切り良さそうなんで。はい、ということで今回ここまでとなります。ライブを見てる方も、動画を見てる方もここまでと、次回この続きですね。一応セーブしてこの続きかなればこの続きからって感じですけど、まぁ、ちょっと調整しておきたいなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。